思い出の場所にやってまいりました。はい。You want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me, I'm good. こんにちは。こんにちは。前回、兵庫県の城崎温泉を訪れました。はい。そして、日本一周最後の県、京都府に。やってきました。はい。最後は京都です。はい。まあ、最後をな、どこにするか、うん。いろいろ悩んだんですが。はい。京都。はい。まあ、なぜ京都かというと、まず、今日、この撮影している日が、6月23日。なんと、あかりさんの誕生日でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まあ、最後な、どういう日がいいかっていうのを悩んでたんですけど、うん、まあ、せっかくやったら何かこう特別な日にしたいということで、この日にもう最後しようと決めて、はい、もう今日がだから日本一周最後の日、はい、まあ、一応一泊するで、まあ、正確には明日で最後なんですけど、うん、まあ、このあかりの誕生日で日本一周終わりたいと思います。はい、ついに、うん、最後です。はい、まあ、だから京都はな、うん、まあ、もう観光とかは動画にはせずに、まあ、この動画で終わりということなんですけど、まあ、一応ちょっと前にな京都には入ってて、うん、まあ、市内をちょろちょろと観光したりとか、まあ、美味しいもの食べたりとかはしてました。はい。で、今日は、うん、その京都でどこ行くかっていうのもな、うんうん、悩んだんですけど、思い出の場所にやってまいりました。はい。京都に湯の花温泉という温泉のエリアがあって、うん、亀岡市になるんかな、うん、京都の。京都の奥座敷と言われてる、まあ、ちょっとひっそりとした温泉って感じかな、うん、で、なぜここにしたかというと、あれは何年前でしょうか。5年前ぐらいでしょうか。5年前のまさに今日6月23日、あかりの誕生日の時に実はこの温泉に泊まりに来て、サプライズでプロポーズをしました。プロポーズをしてもらった思い出の場所です。はい。旅館でプロポーズしたんですけど、うん、住谷紀宝庵さんというところでプロポーズしました。はい。そこはあのお部屋に温泉もついてて、うん、割と広いお部屋でサプライズでやらせてもらったんですがまあ最後せっかくからそこに来ようというところで今日やってきました。はい。まあ、ちょっとな、泊まることとかも考えたんですけど、うん、まあ、日本一周最後やから、うん、車中泊をな、やっぱり今日はしようと思って、う、うん、まあ、日本一周この相棒のカリー号で終えようと思ったので、今回その泊まりはせずに日帰りのプランがあってな、うん、それでちょっとお邪魔しようと思ってます。はい。まあ、ランチを食べて、まあ、温泉も入れんねんな、うん、温泉入って、でその後京都市内の方で一泊車中泊して日本一周を終えるというプランでございます。はい、なのでまずは、うん、ランチかな、はい、に行きたいと思います。住谷紀宝庵さんです。なんか湯の花温泉入ってすぐやった、まあ、前その5年前に来た時は嵐山からトロッコに乗って、そうそう、最後亀岡に着いてバスで来てんな、まあ、だから車では来てなかったからあんま覚えてなかったけど、入り口とかは覚えてるけどな、うん、道は全然知らんかった。そんな感じです。行きはだからトロッコで来て、帰りは保津川下り、船乗ってんな、下れるんだそれで戻ったという思い出の一泊二日でした。うわぁ、懐かしい。うわぁ、こんな感じやったな。ああ、高級旅館ですね。高級です。泊まったら多分一人3万以上はする。うん、もっといい部屋はもっと高かった。まあ、日帰りでも7000円ぐらいする。そう、日帰りで一人7000超えです。高級です。まずはランチ。この旅館の中に春前随家っていうランチ食べるとこがあってな、うん、食事どころ。4年前泊まった時はここで朝ごはん食べた。そうそう、朝ごはんをここやってるの。外も見える席です。綺麗やな今、うん、緑で。あ、蘇る5年前の日あんまり覚えてないぞ。そうそう、まあ、部屋は覚えてるけどな。でもこことか入ったらめっちゃ覚えました。かまどがあって、
釜で炊いたご飯を食べれるっていうところ。はい、美味しかった。美味しかった。お腹いっぱい。超お腹いっぱい。大浴場。離れないよ。大浴場はこの先、はい、外にあるので行ってきたいと思います。風呂上がり、こちらのズレズレ文庫で休憩します。はい、あと1時間ぐらい。気持ちよかった。うん、ここで休憩。残りの時間は優雅に読書をして少し、はい、車に帰ってきました。はい、優雅なひとときでした。まったり眠なったけど、本読んでたらめっちゃちょっと寝たしいいところやった。うん、久しぶりに来れてよかったな。うん、お風呂気持ちよかったし、貸し切りやったしな。平日のお昼から来る人はもうおらんから、うん、なかなかな、うんうん、はい、ということで、はい、今から京都市内の方にある RV パークに向かって最後の車中泊、うん、最後です。はい、向かいます。これちっちゃの案内通りに従ってご入場ください。今日の車中泊スポットに到着。ここで最後の車中泊をします。はい、なんか街中にあった、結構横とかなんかマンションやけど、なんか横がキャンピングカーショップなんかな。前が予約サイトやな。ここはこっちは芝生やねんな。でもうん、なんかウェブから予約できるみたいで、電源も使えるな、こっちは。そう、トイレとシャワーと炊事場、ゴミ箱があります、はい、と自販機もある。なトイレなんかウォシュレット付きって書いてたけどな。ああ、普通に綺麗。うまや。ここはそこシャワールーム。あ、洗面台とかもあるね。すごい。こんな感じで洗面台とコインシャワー200円、うん、4分で止めれると書いてある。4分200円。コランドリーやねんな、一応。コインランドリー、ランドリーもある。すごい、乾燥機と洗濯機で、まあ使わへんけど長期滞在してもまあいけるって感じ。川が、鴨川、うん、これだって鴨RV パーク鴨川なんちゃらやったで。めっちゃ夕日、夕日や。なんかシステムとして普通になんかコインパーキングみたいな感じで、ゲートでチケットを取って、最初の30分無料で、以降30分ごとに100円、最大3000円な。はい、24時間最大3000円やから、まあマックスでも3000円って感じです。でも施設がな、整ってるからめっちゃいい。のゴミとかも捨てれるし。てか車の中に入んのまだ暑いからな。涼む。川沿いでちょっと夕日が見えてる。終わりか。終わりです。車中泊の準備を、はい、しました。最後の車中飯を作りたいと思います。めっちゃ暑いやばいな、もう夏やからな。やばい、30度です。30度車内一応もう窓も全開、
ドアもちょい開け、バックドアも開けてるんですけど、暑い。暑い。まあ、風はちょっと入ってきてるけど、うん。でも今から火を使います。はい。最後の車中飯は、カレーです。最後にふさわしく。カリー号の最後の車中飯にふさわしいカレーを作ります。はい。と言ってもな、結局この日本一周中、そんなにカレーは作ってないな。うん。そうそう。車内で、車内では作ってないんちゃう？まあ、車内では作ってないかも、うん。なんか外でな、うんうん、できる時に作って、中で食べたりしたことあったけど、うん、キャンプの時に作ったぐらいかなと。もう最後やから、はい、匂いのことを気にせず、カレーにします。思い切ってカレーを作ります。最後だ。こうやって調理器具を出していくのも最後です。最後か。まあ、わからんけど。日本一周は終わるけど、もしかしたら。まあ、もしかしたらまた。中泊とかはするかもしれんからな、うん、そしてこちら結局あんまり使わなかったスパイスたち、はい、こちらです、スパイスボックス、はい、これか、うわ、めっちゃスパイスの匂いする、これ、はい、オリジナルガラムマサラ、全然使わずな、この机もなんとか壊れずに頑張ってくれた手作り手、やばい、でもここがなんかもうちょっとな、結構ガタは来てる、ガタ来てるわ、でも逆に壊れてはないか、あ、やばい、あ、いける、ギリ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 セーフ、でも意外に持ったよな、うん、これが一番最初に壊れると思ったけど、そうそう、ギリギリ耐えてる、なんと耐えました、1年はいけましたよしやりましょう、お米パン炊いて、一つ一つの作業が最高です、最高思いを噛みしめて作業に臨む、去年の今頃はどこにおったんかな、長野や、長野やな、去年の誕生日、そうや、去年のあかりの誕生日も長野で車中飯やったぞ、ほんまやな、うん、ステーキ焼かんかった、そうや、ステーキ焼いた、ステーキ焼いてケーキ食べたわな、まさかまだ1年後にやってると思ってなかった、4月に終わる予定やったから伸びてしまった、もうとっくに終わってると思ってた、玉ねぎ切ります、玉ねぎ切るのも終わりかそんな切ってないけどお米が踊ってますオクラとチキンのカレー、はい、今日の鶏は最後私たちらしくお値下げ品いつものお値下げ品、これが貼ってたら手に取ってしまう癖あるよね、うん、まあ、すぐ使うからな、まいつも同じカレーを作ってる気がする、毎回大体チキンカレー迷ったらチキンカレー、安定の美味しさ、完成しました、美味しそう、一瞬で完成したことになって動画上は間はちょっと熱すぎて飛ばしました盛り付けました、はい、カレー美味しそう、完成です、最後の晩餐、はい、いただきます、いただきます、ありがとうございます、はい、シェフ、最後なんでちょっとだけビール飲みます、うわ、ちょっとだけにします、酔っ払うんで、はい、乾杯、乾杯、うん、誕生日おめでとうございます、 ありがとうございます、一瞬忘れてた、うん、私も美味しそう、うん、おいしい、うん、おいしい、うわ、この暑い中のカレー最高だいぶ涼しなったな、でも、うん、日中はめっちゃ暑かったな、うん、京都ほんまに、もう無理やな、これ以上、うん、っていうか、うん、標高の高いとこに行くか、うん、北海道に行くか、うんうん、関西ほんまにめっちゃ暑いわ、うん、何を話せばいいんよ、最後わからん思い出を振り返るか、思い出を振り返るか、まず和歌山からスタートしたもんな、旅は、うん、
4月の17ぐらいやったな、うん、和歌山スタートで言っていくんこれいや言ったら長いからちょうど福井県におる時ぐらいかな、うん、収益化したの、うん、最初普通に旅をスタートしてこうスポットを巡って動画を上げていってて、うんうん、ちょうど旅出て1ヶ月後ぐらいに、うん、あのな社内紹介の、うん、なんか動画を撮ろうってなって、うん、で確か福井におる時に撮ってんな福井県のなんか港みたいなところ、うんうん、海沿いで撮っていざ公開したら、まあ、旅の動画よりはなこう割とやっぱ、うんうん、再生最初からされてであれよあれよとめちゃくちゃ再生されてそうやねでもそれだけで1万人ぐらいまでいったんじゃないそうそうそう、うん、もうそれのおかげでもう収益化して、うん、って感じやったな、うん、なんか1万人ぐらいまでめっちゃ早かったよね、うん、もうあの1本が我々の YouTube 人生を変えましたそれぐらいインパクトあったな、うん、バズるとはこういうことかみたいな別に見られへんくてもまあいいかぐらいで始めた YouTube やったけどな、うん、いざこう応援してくれる人が増えると嬉しいなうんそりゃそうや旅始めた時がチャンネル登録者多分400人台ぐらいってなうん400人おったかなぐらいやと思う、うんうん、今やもうありがたいありがたいことで9万超えたなうん9万人超えて9万3000人ぐらいかなすごいよすごい約1年、うん、ぐらいかなちょっと収益化してからちょうど1年ぐらいかな、うん、すごいです、うん、ありがたいですまあコロナもあってちょっとな、うん、スケジュールが変わったりしてバタバタした時もあったけどまあまあ1年もともと1年って決めてたからなうんでもやっぱ1年じゃさ全部回りきれへんよな、うん、全然無理でしたまあその僕たちは動画撮りながら編集作業とかも入れてたからな、うん、ちょっと時間かかる回り方してたからまあほんまにそんななくさ、うんうん、普通に日本一周だけしてたらまあ全然いけなかったもしかしたらいけるんかもしらんけど、うんうんまあ、土日とかもなあんま観光してなかったから、うん、土日とか雨の日も関係なく観光したら全然1年でいけると思うけど日本は広かったあとやっぱ細かいスポットとかまで回るとさ、うん、ほんまにめっちゃ時間かかるよ、ね、そうやなほんまに割と主要なとこ回るだけでも多分めっちゃ時間かかるからさ、うん、かかるかかる1年じゃちょっと厳しいしかももう6月に終わるって決めてから結構駆け足で回ったから、うん、最後の方はもうほぼめっちゃ早かったよ、うん、まあ実際動画内見とかもなちょくちょく出てきたけど、うんうん、まあ一応行ったのは行ったしな、うんうん、ただまあ観光とかそんなにしてない県もあって、うんうん、まあ行ったことあって早めに回ったとこもあるけどでも47都府道府県は回れたもんな、はい、回れた一応日本一周できた、うん、多分他の日本一周してる方な YouTube やってる方でいろいろいらっしゃるけどみんなまだやってるからやってる人多いもんな、うん、ちょっとお先に卒業します位置抜けします多分見てる方でこう日本一周したからどこが良かったですか一番とか、うんうん、美味しかったグルメはとかあると思うんですけどそれはまた別の動画でな、うん、まとめてこうせやなちゃんとこう出そうと思っててな今話したらなんかきりなさそううんそうやね一生あれもあれも出てきそうやからそうそうそうまとめてな一旦こうやった方が良さそ そう、まあ、いいとこ多かったという、うん、ほんまに大学卒業してからさ、うん今までの1年で一番長く感じてるかも、うんうんうん、やっぱ毎日違うことしてたし、うん、結構充実してたからめちゃくちゃ1年あっという間っちゃあっという間やけどもうめちゃくちゃ長く感じた経験値としてはまあすごい上がった感じやな、うんうん、今までの1年と比べたらもうはるかに成長したと思う、うん、そういう意味ではまあ会社を辞めて日本一周するという決断をしてよかったと、うんまあね、まあ結構早めから思ってたけどなもう、うん、もう別に YouTube どうこうじゃなくてさもうやめた日ぐらいから多分思った思ってたと思うけど会社にこう仕事辞めますって言った日からもう割と、うんうん、
元気になってる。そう、肩の重荷が外れた。今年の抱負は？ん？今年1年の抱負、誕生日を迎えまして、一応聞いとくわ。まあちょっとこの生活して、うん、まずあんまり物を持たない生活になれたから、それは継続していきたい。はい。それはまあそうなると思うけどな。うん。だからこう物を大切に。うん。あとなんかこういいものを長く使いたいって思うようになったかな。うんうんうん。企業この暮らししたら実際物は少なくても生きていけると。うんうん。めっちゃ身をもってんな。もう体験したから、うん、家住んでも必要最低限自分が気に入ったものとか、うん、それに囲まれて生きていきたい。うん。の自分にとっているものいらないもののさ、うん、判別をしっかりしていきたい。うん。この1年は。その物だけじゃなくて、なんか今までやってた習慣とか、うん、漫画読むとかやろ、兵隊に無駄に漫画読んだり、寝る前特に意味もなくネットサーフィンしたり、まあ、そうやな、それはなんかいらん時間やな。その時間でまた違うことしたりとかできるから、うん、そういうのをちゃんと見つめ直す一年にしたいな、うん、このミニ生活で感度が高まった一年やからこそ。そう、例えばテレビとかもな、もう、いらんなって思ったし、うん、今まで家に住んでる時は、もうまあ、テレビっ子やったから、うん、二人とも。テレビ大好きやってるな。まあ、常に基本ついてたよ、テレビも。うん、家おる時は、もう家帰ってきて、部屋の電気つけてテレビつけるみたいな。そうそうそう。でももうテレビない生活に慣れてしまって、全然いらんなってなった、ほんまに。やっぱ、いるニュースとかな、別に。今、うん、自分で選んで見れるから。そうそうそう。だらだら見てんでいいもんな。そうそうそう。自分の欲しい情報だけ自分で拾いに行けるし、まあネットフリックスとかな、うん、Amazon プライム契約してるから、そういうので見たい映画とかも見れるし、いらんやテレビ。まあ一応家すな、これから家住むんで、まあテレビなくすっていうまではいかへんけど、うん、まあ多分 YouTube 見るとか、うんうん、そういうことに使う、モニターとして使うみたいな感じやな。そうそうそう、それに気づいたわ。でも僕たちはもう家に住めるということでワクワクしております。家に住むとかちょっと当たり前やったのにな。そうやね、ありがたみがすごい。そうそうそう、ほんまそれ。まずこう洗い物ができる水回り系がやっぱそうやな。そうやな、トイレお風呂とかもそうやけど、うん、もうトイレとかな、夜にこう来てさ、例えばトイレ行きたいってなってすぐ行けるやん、うん、でも車やったら行かれへんから、そうそうそう、ちょっと我慢してみたりとか、うん、そういうのあったから、それがなくなる、なくなる、そこから解放されます。たびたび YouTube のコメントでな、その狭い、うんうん、何回も言ってるかもしれないけど、車狭いんじゃないですか的なコメントを、日本人だけじゃなくて、あ、そうそう、海外の方にもよく言われるんですが、 Too small っていうな、 Too small 別に好き好んで、まあこんな狭い暮らしをしてるわけじゃないなまあまあそう、まあこの1年間ってな、うんうん、決めて日本一周するために、極力効率化するためにな、小さい軽を選んだっていうことで、まあ、ただこのガリーゴに関しては見た目も気に入ってるし、うん、まあ、これで良かったと思ってる。別に旅終わったから乗り換えるとかもないな、ないな、とりあえず、うん、今のところ愛着が家やしな、まずこれが家であり家族、家族、ガリーゴ頑張ってくれたな。でも頑張ってくれた、もっと壊れると思ってた、うん、なんか普通に走られへんくなるぐらいトラブルがあるかなと思ったけど、うん、と思った。でまあカリーゴがな、壊れたら多分もう、多分途中でもう終わってたと思うそうやな、もう他の車に乗り換えて続けるってことは多分そうそうなかったから、逆にここまで持ってくれてほんまにありがとう、うん、あ、 ありがたい。このカリーゴがあったから、こうちゃんと日本一周を完遂できたと、ということで、はい、なんか食べ終わったわ。いつの間にか食べ終わったわ。めっちゃ暑いな。暑いの。とりあえずごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでした。今日はまあ、後ほど、あかりさんの誕生日ということで、ケーキがございます。あとでケーキを食べます。洗い物をしました。はい。ケーキ食べます。やばい、京都こんな暑いんや。やばいな。待って、最後にさ、最後の車中泊でこんな汗かくと思ってなかったんやけど。やばい、ほんまに。じゃじゃーん、じゃじゃーん、ホールとかではありませんが、はい、
ここに来る前に買ってきました。買ってきたケーキです。こんな暑いとは。こんな暑いやばいな。去年は白馬におったからな、うん、長野県のまだ涼しかったけど。まだマシやったわ。あかんわ。京都京都関西暑いからな。関西めっちゃ暑いな。こんな感じのケーキ、キゴとピスタチオのタルトと、こっちなんやけな、バナナ、バナナのタルト、うん、これ食べます。よし、ではハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカリー、ハッピーバースデートゥーユー。アレンジきた。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。日本一周いただきます。便乗してケーキをいただきます。まさかまさか去年と同じ図やけど。いける。もしかしたらサムネイルも去年と同じのサムネに。美味しい。うん、美味しい。甘さ控えめや。これバナナとくるみちゃう。うんうん、こんな感じやったかも。本当はコーヒーも入れようかと思ったけどもう無理よ。暑すぎてやめた。まあ関西は出身ということもあって、まあまたまあ、京都もな、うん、結構来たことあるし、住んでたし、私、うん、住んでたし、もう2人でな、うん、着物着てデートとかしたこともあるし、京都はな年取ってから行っても多分楽しいし、うんうん、京都なんか改めてこう日本一周して最後に来たらめちゃくちゃいいな、うん、いい街やと思った。うん、なんかもう綺麗。うん、街が綺麗。最後がこんな動画でいいんかよく分かってないけど。でもあんま最初から最後まで自分たちの思いとかさ、うんうん、そういうのは変わってないよな。変わってない。まあ変わったと思われるかもしらんけど、それはなんかまあ自分たちとしては、まあ、それは変わるよと、うん、人はみんな変わっていくものやし、まあ、成長していくから、うん、逆に変わってない方が怖い。うん、変わってるということはいいことやとは思う。うんうん、そうそう。あと自分たちの中ではその YouTube やってるけど YouTube にこう心を売るとかな、もう身を売ったつもりはないし、だからそういう意味では変わってないと思う、うん、割と変わってない、うん、まあ、どうしても YouTube とかやってたら、まあ、結局 YouTube 中心のな、うんうん、旅とかになってしまうけど、まあ、その辺はやっぱ自分たちで最初にもそういうのやめとこうと決めたから、それは守れたな。守れたと思う、ほんまに。やっぱり自分たちのしたい旅をしてって感じやな、うん、そうそう。誰かにこう何か言われたからこうするとかはなかった、うんうん、自分たちでやりたいようにやったし、まず多分日本一周してる YouTuber やったら普通は全県ちゃんと動画上げると思う。確かに無理してでも動画撮ると思う、うん、なかった。何県かの方には申し訳ないけど、まあそれはもともとやっぱ行ったことある県とかもあったし、うん、まあ日程の都合上どうしてもっていうとこもあったしな。そうそう、うん、47都道府県行っただけ自分たちを褒めたい。最初関東とか行かんつもりやったもんな、うん、もうコロナがあるし、うん、どうなってるかわからんから行かれへんかもみたいな感じで始めて、でも行けそうやからな、せっかくやって47都道府県回ろうって行ったけど、まあ日本一周の定義っていうのもまあ人それぞれやし、別にこう全県回ることが日本一周でもないし、うん、なんかこう海沿いをなずっとこう、そう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 、一筆書きで行く人もおれば、うん、まあ自分たちが日本一周って言ったら日本一周や、うん、多分そういう意味ではよかった。初心を忘れずにな、できたとは思う。旅を優先で、うんうん、自分たちの思いとな、うん、長かったな。でも長かった。やっぱこう毎日違うことしてる方が長く感じる、うんうん、やっぱ仕事とかしてたらさ割と同じようなこう、うんうん、リズムで生きてるから、うん、時の流れは早いけど全然違い、もう場所もちゃうしさ、うん、毎日そういう意味では長かった、ほんまに。めちゃくちゃ長く感じたと思うこの1年間をな。やっぱ大人になってからやっぱ、うん、時間経つの早く感じるけど、久しぶりにこう、うん、若い頃の学生のぐらいの小学生の1年みたいな、そうそうそう、もう長さがあった。長かった。まあ、いろんな成長もできたし、勉強もできたし、勉強もできたし、頑張った。頑張ったよな。うん、うん、
まあ、一応やっぱ2人とも努力したし、まあこ う, う, 見, てる、うん、う見てる人はもしかしたらこう、まあ、2人でこうのんびりな、うんうん、旅してる動画やから、まあなんかのんきにやって、そうそう、のんびり暮らして羨ましいと言われることも時々あるんですけど、まあ、それでなこうポンポンポンとチャンネル登録者も増えてすごい順風満帆な感じと思うかもしれんけど、まあ一応努力はしたもんな、自分たちの中で、うん、めちゃくちゃした、うん、2人で目標も立てたし、うん、やっぱ10万人行きたいっていうのはな、まああって、うん、やっぱ YouTube やるからには銀の盾というのもらえるんですけど、 YouTube で10万人行ったらな、形にな、うん、何か残るものがあった方がまあいいかっていうことで、うん、それはちょっと目指そうってなって、うん、まあ途中やけどな、途中からやけど、途中で、まあ多分そもそも収益化とかできてなかったらそんな思いを持つこともなかったかもしれないけど、うん、まあなありがたいことに見てくださる方増えてきて、まあ、どうせやったらまあ10万人行きたいっていうのは、うん、年明けぐらいかなにしっかり、そうやな、年明けぐらい2人で話して、うん、じゃあそのためにどうするかみたいな、そう話して、まあでもだからといってこうやりたくないことを無理やりやるとかな、うんうん、そういうのはせんとこうっていうのも決めてな、 それ通りにできたんじゃないかなと思ってる、うん、はい、まあ、でも目標を立てたのは大きかった、その漠然と10万人行きたいとかじゃなくて、うんうん、10万人行くためにはどういうことを2人でしたらいいかっていうのはな話し合って、まあ、ちゃんと紙にな目標を書いて書いてな、そう、何月までにこれをやってそういうな計画もしつつ、まあ、もうすぐ10万人行きそうっていうことで、まだ行ってはこの動画を撮ってる時は行ってはないんですけど、うん、行けるかもという兆しが見えたな、うんうん、そうそうそう、まあ、とりあえず食べ終わってシャワーもしないといけないんですけど、なんかわからんけど今日はダラダラ喋った気がするな。ちょっと動画の編集でどこまでどうなってるかわからんけど、もう最後の夜ということで、はい、まとめてください、あかりさん、お願いします、まあ、1年間そのなんかこう車中泊こうやって暑かったりとかさ、なんかしんどいこともあるけど、なんかそんなほんまにもうめっちゃやめたいみたいな、うん、なかったし、うん、楽しかったなって、うん、でもそれは多分見てくださってる方とか、うん、いつもコメントくれる方とかのおかげもあるし、うんうん、何よりケンジのおかげです。泣けるぜ嘘つかんとき泣かへんや、泣かへんや、泣けるわ、ほんまにそう思ってます。私の方が泣きそうになってきた泣くなよ、涙だよ、最後やめよ、涙会ではありません。ありがとうございます、ありがとうございました、楽しい1年でした、はい、まあ、自分たちの中では頑張ったという思いもあるんですけど、まあ、それは皆さんこう見ていただいてる方がいたから頑張れたっていうのもあるし、うん、何より我が妻そしてビジネスパートナーあかりさんのおかげです。まあ、今まではこう2人な別々で働いてて、うん、まあかりが辞めて一緒に暮らしてたけど、まあ、一緒に働くという経験も別にしてなかったし、うんうん、でもこの1年、まあ、仕事辞めてから、まあ、YouTube を一緒にやって旅して、まあ、一応これが仕事にもなって、うん、まあ、2人で協力してこう一つのものを作り上げていくと、まあ、そういう経験ができたのもほんまに良かったと思う、うん、あのまま仕事辞めずにサラリーマンを続けてたらそんな経験もなく2人でなんか一つのことにこう向かってやっていくってこともそんなになかったかもしれないし、うんうん、まあ、そういう意味ではこの旅をして本当に良かったと思います、はい、まあ、なかなか普通の人ができることではないかなとも思うし、やっぱ仕事辞めるという決断ってなかなかな、うん、まあ、自分たち働いたからこそ分かるその難しさ、うんうんうん、まあ、でも思い切ってその決断をしてほんまに良かったと、まあ、その辞めたいという気持ちをあかりが組んでくれてゴーサイン OK 出してくれたことも感謝しております。ありがとうございます、ありがとうございます。これからもこれからもお願いします、はい、お願いします。まあ、僕たちの日本一周はこれで一旦終わるんですけど、うん、まあ、YouTube は今後もな、うん、続けていくつもりやし、もともと二人とも旅が好きなんで今後もな、うん、いろんなところに旅に行って動画にしていきたいなとは思ってる、うん、引き続き記録に残しながらやっていけたらいいな、はい、うん、なので、まあ、日本一周終わるんですが、
まあ、今後もゆるりと、はい、見ていただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。そしてカリーゴありがとう。ほんまそれMVP MVP です。この子のおかげで収益化もできたし、安全に事故なく怪我なく旅が完遂できました、うん、大きい病気もせんかったしな、うん、ほんまカリーゴのおかげやと思う。カリーゴのおかげや、ありがとう。ありがとうな、ごめんな、洗車とかあんましてあげれんくてほんまに全然洗車とかしてない。怪我を負いながら、怪我をなんかパンクとかもしてるからさ、うん、割と危ない、もしかしたらそうな事故につながるようなことやったかもしれんけど、うんうんうん、そのパンクとかももうタイミングよくね、こう危なくないとこでそうなったりして、ガリゴなりにこうな頑張ってくれたんやと思う。ありがとう、ありがとうな。縁も竹縄ではございます締め下手本当に皆さん、私たちのゆるい旅にお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。お願いします。こんな感じでいいか分からんけど日本一周旅の終わりがこれでいいのか分かりませんが、私たちらしく、はい、ゆるゆる終わりたいと思います。本当にありがとうございました。それではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と、そうそう言ってないじゃんいつも高評価よろしくお願いしますそんな言ってへんやんだからこの動画で言っても意味なくない意味ない意味ないということで、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。暑いぜ。おやすみ。Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up in calm skies. As long as you sure as the sun will rise, I'll be there when you need me, with every tear that falls from your eyes.